甘ったれていい気なもんだよ。もう一度あの頃に戻りたい。もう一度小さくなりたい。そうなんだよ。国のお姫様が魔女の魔法により今日突然お亡くなりになられたのです。おお、それはなんといたわしい。それにしてもなんと美しい姫だ。これほど美しい姫が亡くなられたとは。どうか私の愛を受け止めてもう一度息を吹き返してください。私を助けてくださったのですね。ええ、美しいお姫様、どうか私と結婚してください。おお、はい。王子のキスにより魔女の呪いは解け、二人はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。乾かねえなこれ。私の場合もさ、ほら王子様のキスとかで元の姿に戻れちゃったりしないかな。そんなんで戻れるわけねえだろ。だいたいお姫様って柄かよ。で、誰が王子なの？それは別に誰ってわけでは。高木か、高木陸、告白されたんだろ。え、なんで知ってるの？大好きなんだ、堀切氏、堀切千代美が。お前がいなくなって大騒ぎになった時、あいつが自分から宣言したんだよ、お前が好きだって。え、陸。ま、告白されて浮かれるのもわかるが、もっと現実的に戻れる方法を考えた方がいいんじゃねえのか。浮かれてなんかないもん。ちゃんと考えて。いやあ、こっち見ないで、こっち見ないで。あっち。話は苦手でうまくは話せないけど、君と僕の不思議な話をしよう。
ケットの中に収まる小さな話じゃないんだ。神様のいたずらでドラマティックな扉開けた。二人で描いた幸せの形に名前なんてないけれど君と作る世界なら魔法のように消えない言葉書き込んでめくるページおとぎ話の続きみたいに僕らずっと笑う血のかかるその向こうへ君とならきっと行けるんだ。さあ描いてみようハッピーエンドの物語。ごめんなさいね、千代美が急に東京行っちゃったもんだから南君にまで迷惑かけちゃって。ああ、昔の写真よね。はい、まだ4月なのに気が早い話なんですけど、卒業アルバムに子供の頃の写真を載せようってことに。あったあった、はいどうぞ。本当は自分で選んだ方がいいんでしょうけど、提出が明日で。ごめんね、あの子ね携帯も繋がらないのよ。おい、ちょっとお願いします。はい、今行きます。あ、じゃあ僕選んでおきますね。お願い、今の時間ね、お店忙しいの。でも南くんがこうやって遊びに来てくれるの何年ぶりかしらね。おばさん嬉しい。おい、今行く。もう、じゃあお願い。よかった、作戦成功。やっぱりこの時間で正解と。何が良かっただよ。ほら時間ないよ、早くしないと。うん、ベッドの下の引き出し開けて、ピンクの。ああ、どうもありがとう。はい、お待たせしました。どうぞ。あー、今作ってるから、今作ってるから待っててね。ただいま。あ、おかえり。おかえり、あすかちゃん。あ、ちょうどよかった、あすか。今ね、みなみくん来てるの、手伝ってあげて。え、お兄ちゃん来てるの。あった。ああ、これか。そうそう、それそれ。卒業アルバムの写真を。どの写真でも一緒だよ、お姉ちゃんいつも同じ顔してんだから。ほら一緒。本当だ。あ、楽しそうだ。結局持って帰れなかったね。仕方ないだろ、もう少しその格好で我慢しろ。あ、ねえ。ん？何なんだよ。いいからさっさと行けよ。うん。ほ、明日あたり満月ですな。いいぞ。
なんか落ち着く。最初に話したのが野村さん。大丈夫？なんか顔色悪いよ。最近あんま寝れなくて。千代美のこと？うん。俺メンタル弱いのかな。いった。清少納言と紫式部というのは平安時代に二大女流作家と言われ非常に有名な書物を残しています。紫式部が源氏物語、また学校来られるなんて思わなかった、書いているのに対し、清少納言は紫式部について何も記述を残していないんですが、紫式部は清少納言について紫式部に酷評しているんですね。そのあたりからもそれぞれの作家性が伺えます。私がいなくても何事もなかったみたいに進んでいくんだな。はい、じゃあ今日ここまでね。パーティー行こうぜ。パーティー行こう。これはもっと普通の服がいい。普通の服って言われても女もんなんて分かんないし。これ可愛くない。これは変。じゃあこれはかわいい。じゃあこれな。ん？キモい。でございます。ございます。おいしい。俺の制服汚すなよ。こういう時小さいといいね。いつもよりたっくさん食べられて。のんきだな、あったか。ごめん。もうあれから4日か。戻る気配ないのか。わかんない。そっか。うん、ごめん。早く食えよ、溶けるぞ。は、うん、うん。一寸姫。一寸姫？うん。この土地に昔から伝わる伝説でね、一寸法師みたいにちっちゃくって可愛いお姫様の話だよ。小さいお姫様見たい。でもね、最後には元通り大きくなって結婚して子供をたくさん産んで、この辺の守り神になったんだよ。どうやって大きくなったんだろう。
鬼から奪ったうちでの小槌を満月の晩に振って大きくなったんだよ。うちでの小槌。え？いや。南くん、こんなところで何してるの？今日急ぎで消えたと思ったら、こんなとこで一人でアイス食べてるなんて。意外と可愛いところあるのね。ねえ、一口もらってもいい？野村、あ、ごめん、俺ちょっと急ぐんだ。はい。ちょっと待って。何よ、もう。さゆりちゃん、急にいなくなるからびっくりしたよ。嘘よ。あれ、その顔。なんでもないわよ。あ、ごめん、アイス食べたかった。あ、違うか。フェロモンにゴルファーの彼氏がいるって本当だったのか。あ、南野村さん。今それどころじゃないから。ばあちゃんの話ではここに伝説の内出の小槌が祀られてるってことだったけど。見たことある。お祭りの時だけ展示されてる。見るだけで御利益があるって。本当はなんだっけ、満月の晩に月の光の中、願い事をしながら小槌を振るんだっけ。そう。そうか。次の満月って明日あたり満月ですな。今日だよ、多分。どうぞ。お呼びでしょうか。おお、恵美ちゃん。まあ、座って。委員長、その呼び方は。いいじゃない、二人の時ぐらい。俺たち同級生なんだから。でも、あらぬ誤解を受けると困りますので。恵美ちゃんもさ、昔みたいに野村くんで大丈夫だよ。でも、まったくお堅いな、元生徒副会長さんは。まあ、座って。で、お話ってのは。うん、そう、あの、娘から聞いたんだけどさ、恵美ちゃんとこの息子さん、俊一くん、医学部目指してんだって。ええ。気をつけろ。Thank you.
ういう時小さいの便利だな。えへん。これが本物の打ち出の小槌。マジかよ。お願いします。すごい、なんかすごい。これで私元に戻れるんだ。元の世界に、元の生活に。お前のことが嫌いになったんだよ。志望校に受かりたい一心で打ち出の小槌を振りたかっただけみたいなんで。打ち出の小槌まあよっぽど思い詰めてたんでしょうね。まあ僕も彼が真面目な好青年だってことはよく分かってます。兼司さんには僕の方からうまいこと話して大事にならずに済みました。まあよかったですよ、駆けつけたのが僕でそんなに思い詰めてたんだ。思い詰めてないか。そうだよね。ねえ、もうちょっと気を楽にしたら？あなただったら普通に医学部合格できるって大野先生に言ってた。ごめん、変なことしちゃって。でもお母さんちょっとホッとしたかも。あなた、神様なんて信じないって強がるタイプだと思ってたけど、ちゃんと可愛いとこ残しといてくれていいんだよ、たまには弱音吐いても。大学だって無理に志望校を絞る必要ないから。え？学費免除のあるところに絞るつもりだったんでしょ。なんで？院長から聞いた。お嬢さんが心配してるって。ああ。確かにうちは生活苦しいけど、でもお母さん、あなたがどんなに頑張ってるか知ってる。お母さんやおばあちゃん守ろうとして誰よりも頑張ってるの知ってるから、これ以上無理してほしくない。南君、俊一、あなたが本当に行きたい
会目指していいんだからね。お母さん舐めないでよ。俊一の一人や二人ぐらい好きな大学に行かせるぐらいチョコ材なんなんだから。チョコ材なんて。また嵐になるらしいよ。今夜おばあちゃん旅行でいないからピザでも取ろっか。うん、急ごう。ごめんね、南くん。私のせいで。別に、しょうがねえよ。南くん。お前が小さくなった日も、こんな日だったよな。うん。よし、バカついでにもう一回バカやってみるか。え？わあ、南くん大丈夫？黙ってろって。小さくなった場所だ。あの日お前は雷に気を失って気づいたら小さくなったんだろう。そっか。ここでまた同じことしたらそのパターンあるかも。これお前の服な。洗濯してくれたんだ。あのままにしておけないだろ。ありがとう。じゃあ朝になったら迎えに来てやる。え、ちょっと待って、行っちゃうの？だってお前あの日一人だったんだろ。でもこんな嵐の中一人だなんて。私今小さいし大きくなる前に死んじゃうよ。妖精は恋をすると魔力を失う。そして笑顔も失う。あっという間に年を取り、やがて二度と起き上がることのない長い眠りにつく。しかしもしその恋をした相手も自分に恋をしてくれたなら、妖精は魔力を失った引き換えに人間になる。人間は年を取るが笑顔を持っている。ほんの短いその時間に喜び、悲しみ、怒り、寂しさを得ることができる。クリスは躊躇した。これは恋なのだろうか。だとしたら彼女はまだ知らない。その自らの問いかけ、それ自体がすでに恋の始まりなのだということを。今日も更新なしか。堀切氏元気でやってんのかな。
母さん、いつの間に。よかったな。やっぱり無理だったか。元に戻れなかったか。大丈夫？やっぱ俺バカだわ。風邪ひいちまったみたいだ。お母さんも病院だから。朝ごはんテーブルの上にあるからね。ありがとう。どうしたの？風邪？かな。ちょっと俊一、大丈夫？ダメだ、今日学校休むわ。
昔、竹取の翁というものありけり。野山なる竹を取りて、よろずのことに使いけり。なおば、さぬきの宮つこと言いける。怪しがりて、よりてみるに、筒の中光りたり。やぶけ！佐々木先生！おはようございます。どうだ、南の勧誘は。それが今日休みなんですよ。休み？珍しいな、あいつにしちゃう。でしょ、うん、一応風邪ってことらしいですけど、うん、本当のところはどうだか。あいつ最近様子が変なんですよ。様子が変。これはなんだそれ。大丈夫か、南のやつ。さあ、剣道をやめて相当ストレス溜まってっからな。よし、熱どんどん上がってる。冷やせればいいんだけど。ごめん、起きちゃった。いや、辛い。ぼーっとしてる。誰だよ、こんな時に。大丈夫？歩ける？大丈夫だ。腹減ってっか。ちょっとだけ。ついでになんか持ってくる。ごめんね、こんな時まで。ありがとう。一食千円の貸しな。はい、来ちゃった。さあ、ま、し、か、な、お邪魔しまーす。お邪魔しまーす。広くて綺麗。新築みたい。南、なんだお前、今日一人か。あ、はい。よし、じゃあちょうどよかったな。はい、これ。
みなみお前熱あんだろ。俺たちからのお見舞いだよ。みなみは熱があるからうどんで、俺と矢吹は、ああ俺は大丈夫です。え、いらないなんか食わないと体に悪いぜ。腹減ってないから。実はな、みなみ、今日はお見舞いがメインなんだが、実はそれ以外にも話が。剣道部には戻りませんから。いや、まあそう、結論は忙しいさ。もう決めてますから。ああまあそうかもしれないけど、今日はお前自身も気づいていない剣道の才能について語ろうか。結構です。取り付く島がないな。いいじゃねえか、みなみ、話ぐらい聞いてやれよ。いい加減にしてくれよ。今日はもう帰ってもらえませんか。よし、あ、じゃあ剣道の話はまた今度しません。よし、じゃあ行こうやむき。よし。もし何か悩んでることとかあったらいつでも言えよ。全力で相談乗るからな。ああ、生身の女にも興味持たないとダメだぞ。お邪魔しました。失礼します。熱どうしたら下がるか調べてて、あ、頸動脈とか脇の下を冷やすといいんだって。知ってるよ。あ、知ってた。うちの母親看護師だぞ。そっか、だよね。ありがとう。ごめん。あの本当に、あの本当に本当にごめんね。私のせいで熱まで出させちゃって。いいって、俺が勝手にやったことなんだから。あいつらまた。なんだよ。いいの？いい。鍵かけんの忘れた。ごめんください、みなみくん。野村？お前隠れてろ。みなみくん、こっち？あ、はい。あ、野村さん。野村。ごめんね、勝手に入ってきちゃって。いや、どうして？いや、風邪で休んでるって言うから心配で。そっか、悪い。大丈夫？うん、ちょっと朦朧とするかな。これ、ああ、ちょっと腹減ってなくて。うまい。そう、よかった。
うまかった。ありがとう。こんなんでよかったらいつでも作ってあげる。南くん、すごい熱。ごめん気づいてあげられなくて。いいから寝てて。悪い。ちょっと待ってて。南くん。いいから寝てて。してあげられない。なんで俺がそんなことやんなきゃなんねんだよ。頼む南、今年新入生が入んなかったらうち廃部だ。やりたいくせに。剣道やりたくてうずうずしてるくせに。南くんのお父さんってさ、いなくなっちゃったんでしょ。一緒、私を産んだ人も出てっちゃった。母さんってさ、あいつのこと恨んでないの？